MLB のレギュラーシーズン全日程が終了し、ドジャースの大谷翔平選手がナ・リーグの本塁打王と打点王の2冠を獲得。一方のア・リーグではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手がこちらも本塁打と打点王の2冠を獲得し、2人の決出度の高さに注目が集まっている。大谷翔平、マミコ夫人デコピンとの超、ドアップ、ショット公開、写真複数。大谷は今季、 159試合に出場し、打率3割1分、54本塁打、130打点、5球盗塁の成績を残した。メジャー史上初の、50本塁打50盗塁、を記録し、史上4人目の両リーグ本塁打王に輝いた。ジャッジは今季158試合出場で、打率3割2分2厘、58本塁打、144打点、 58本塁打は両リーグトップで打率もリーグ3位とこちらも驚異的な数字を叩き出した。スピードの違いで塁打数では差が出た。大谷は411塁打で23年ぶりに400の大台を突破。一方、ジャッジは392塁打だった。特に3塁打は大谷が7本、ジャッジが1本と大差。 盗塁でも大谷が49個リードするなど速さでは軍配が上がった。異次元の記録ラッシュはスピードとパワーの融合によって生み出された。大谷がエンゼルスに所属した昨季までは同じア・リーグでしのぎを削った。昨季は大谷が44本で本塁打王を獲得し、22年はジャッジがリーグ記録となる62本を放ち本塁打王。MVP も21年は大谷。 22年はジャッジ、23年は大谷と2人で分け合ってきた。さらに打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標であるウォアー、ウィンズアバブリプレイスメントのメジャートップも21年が大谷、22年がジャッジ、23年が大谷、そして今季はジャッジと2人で交互に記録しており、近年の2人の結出度は群を抜いている。 2人の所属するドジャースとヤンキースは共に地区優勝を達成し、5日、日本時間6日からポストシーズンに臨む。リーグが分かれた2人がワールドシリーズで激突する時が見られるかもしれない。